Hi everyone! How's it going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. So, let's get started. はい、今日もやっていきましょう。ツイッターですね。佐藤拓磨選手が、世界三大レースの一つ、インディ500を制覇ということで、パッと、ちょっとピックアップしましたけどね。本当はこっち側乗ってたんですけども、時系列でこうやってるうちに、新しいのが出てきてしまったんで、これを紹介してます。では、行きまーす。インディ500というふうにしましたら、もう早速乗ってましたね。まあ、ものすごくやっぱりメジャーな大会、世界三大レースですね。みたいなので乗ってましたね、さすがに。で、こちらが、本文というか、ニュース誌の方ですね。リンクでやっていきたいと思います。はい、じゃあこちらですね。タクマ・サトウ、アウト・デュエルズ、Scott Dixon for his second Indy 500 victory. ということで、タクマ・サトウ、サトウ・タクマが、アウト・デュエルズ、アウト・デュエル。アウデュオス。これは勝つとか、決勝戦で勝つ。まあ、普通に勝つだったらウィンでしょうけども、決勝戦で、戦って勝つっていうふうな意味合いで言うと、アウデュオだしですね。決勝で勝つと。スコット・ディクソン選手に対してと。for his second in the 500 victory.彼の2回目のインディ500の勝利ということですね。2回目のインディ500、勝利ということですね。インディアナポリス、インディアナポリスですね。インディアナポリス、インディアナポリス。タクマ・サトウ、become a two-time winner。2回目の勝利に輝いたと。タクマ。タクマ、サラ、サラ、サラ、became a two-time winner. 二度目の優勝に輝いたということですね。winner, of the Indy 500. Outdueling.アウトデュエル、これしつこいっていうふうに、なってますけども、こう意味合いがまあちょっと変わってきますね。こっちで新しくすると、この、決勝で勝つとかって意味なんで、まあしつこいとはちょっと違いますね。アウトデュエル。Outdueling. Outdueling. 時々こういうふうに修正しないといけないね。Five timeNTT IndyCar Series Champion Scott Dixon for the victory Sunday. 日曜日に、これ5回の NTT の IndyCar シリーズのチャンピオンであるってことかな。スコット・ディクソン選手に勝ったということですね。なるほど。強豪を倒したということですね。NTT IndyCar Indy Champion Champion Dixon As the raceAs the race ended under caution at Indianapolis Motor Speedway. インディアナポリスのモータースピードウェイ。これ多分、アットがあるから、インディアナポリスのモータースピードウェイっていうレース場でっていうことでしょうね。Motor Speedway. Caution. これ、caution は、危険っていうか、用心させるみたいな感じなんでしょうけども、アンダーコーションですから、
まあ、警戒のもと、注意のもとっていうことですかね。何注意するのかがわかりませんが。Under caution。Under caution。っていうとこですね。Under caution。Under 何々って何々の下でっていう、何々のもとでっていう意味合いになりますからね。Caution。ということですね。Sara。はい。佐藤選手は、who also won the 2 20 2017 Indianapolis 600。佐藤選手はまた、2017年のインディアナポリスのインディ500でも勝っていますと。took the lead from Dixon on lap 157 just before boys made their final pit stop under green。took、まあ、これは、テイクのあれでしょうね。took the lead。Took 先導した。the lead。ああ、はいはい。took the lead。先導した。リードを取ったっていうことですね。from Dixon。Dixon 選手に対して、リードを取った。ラップタイムで、157秒ってことかな。just before、ちょうど、前に、boys made their final pit stop under green。まあ、ファイナルピットの、両方の、両選手のファイナルピットの、ストップの、時間差においてっていう、ということかな。Sara。両方がグリーンの下で最後のピットストップを行いました。ああ。ということですね。before Before。って言ったらもうなんとかの前ですもんね。just before。Just before。ああ、7の直前に、これそのまま、彼らの最後のピットストップ、アンダーグリーンの直前に、157ラップ目、ディクソンオンラップ、157のラップ目で、リードを奪ったってことですね。これ秒とかそういうのじゃなくて、157周目？ 157 回目のラップでっていうことでしょうかね。サラ。ということですね。はい。次ですね。ラハオ。レッターマン、ザ・ラハオ・レッターマン、ザ・ラハオ・レッターマン、ランニガン、レーシング・ドライバー、then cycled back into the lead and fended off several changes by Dixon。ディクソンの、cycled back into the lead。cycled back into the lead、and fended。いくつもの挑戦を、fend off、受け流す。fended off。Fended off。Fended off。
Fended off. いくつもの挑戦を受け流したと。合わせて、into the lead. リードの中ってことですね。リードの中。Then cycled back. Cycled. Back. これはどういうことかな？レーシングドライバー。ラハウ・リッターマン。ラニガン・レーシングドライバー。by Dixon. Dixon からの、いくつも、何回もの挑戦を受け流し、リードを保ったとか、そういうことかな。Sada. While darting, 突進する through traffic.まあ、突進する中で、まあ、中でということですかね。ダーティン、突進している、まあ、なんだろうな、こう、追撃してるとか、突進してるとか、競り合ってるっていう状態なんでしょうかね。うん、中でと。佐藤、レッド、lead 27 laps 27つのラップ27回目27個のラップをリードし including the final 16 最後の16のを含む27のラップをリードしと in his number 13 Dalala Honda Dalala HondaAfter starting third. ,3 回目のスタートの後でということかな。ちょっとこう、数字的に難しい表現が。なるほど。Sada.まあ、この辺は、佐藤選手のラップの種類を書いてますね。はい。Sada. Unbelievable. This is unbelievable. これはとても信じられないっていうことですね。Unbelievable. 佐藤 told NBC Sports, Marty Snyder in the winner's circle.まあ、ウィナーズサークルっていうか、勝者の。サークル。まあ、なんかあれでしょうかね。その、勝利者インタビューでっていうことなのかな。NBC スポーツの、まあ、マーティー・スナイダーさん。マーティー・スナイダーさん。マーティー・スナイダー。スナイダー。に語ったってことかな。NBC スポーツの、マーティー・スナイダーさんに、勝利者の円の中で、まあ、なんかその、インタビューするスポットっていうか場所があるんですかね。Obviously, 明らかに、obviously, we pitted, short from Dixie.Dixie. Dixie って、これ、どういうことかな？from Dixie. 人の名前になるけどな。人の名前っていうふうにも取れますし、まあでもこれ、言ったら他で言うところは地名になりますから、まあ言ってしまったら、このディクソン選手の相性みたいな感じになるのかな。We pitted a lap short.我々は、ディクソンと、ものすごく僅差だったっていうことかな。We knew, 我々は知っていた in terms, この期間で、in terms of the fuel,
Fuel. The fuel strategy. It was a blue type. それはものすごくギュッとしていたと。ピチッとしていたと。我々はこの、まあ、この期間で、燃料の戦略？ということですね。ちょっと、訳し方がよくわからない。Yeah. Yeah. まあ、燃料関係ではちょっと厳しいかなっていうふうに言ってたということですね。Yeah. I saw Scott coming right throughout of turn four, and he was screaming coming at me, and I just held him off. Thank you so much. まあ、ここはありがとうってわけですけどね。見たですね。スコットが来るの、right throughout。オブターン、ターンを通じて、スコットがまさに、近づいてくるのを見たと。ターン4目ってことかな。And he was screaming。Screaming. He was screaming. 叫び声を上げるみたいな感じです。叫びながら、来ている。At me. まあ、自分に向かってってことですかね。Coming at me. Screaming. 叫び声を上げる。Screaming. And I just held him. I just held him. Got him off. Him off. これはどういうことなんだろう。まあ、スコットが見えたのはわかりますけど。I saw.すごいなこれ、ということですね。まあ、こんな感じで今日は紹介したいと思います。まあ、どうしてもね、民族意識っていうかが、まあ、年とともにというか、昔に比べて最近はね、希薄になってきているとも言いますけども、日本人としてとか、日本人の誇りとか、日本人だったらとかっていう意識とか認識っていうのは、だんだん希薄になってきてるとかって言われてます。それでも、まあ、やっぱり、なんでしょうね。オリンピックだったり、ワールドカップとか世界的な大会だったりすると、日本人を応援したりとか、海外で日本人、法人が、例えば捕虜になったとか、怪我をしたとか、事故をしたとか、亡くなったとかってなると、まあどうしてもセンセーショナルなニュースってことで、まあ身内意識と言いますかね。それはもう、どこの誰でもあると思いますけども、やっぱりこういう、嬉しいニュースっていうのは、ちょっと微笑ましい感じにはなりますね。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。いいなと思ったらいいねボタン、それからチャンネル登録もお待ちしております。 Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye.